わかりますか、この毛の質感。さあほどあの密度が多くないし、フリンジよりは毛の量が多い。ラフなスタイルをなんかモードっぽく。どうも、バズレットウェイバーです。今日はですね、秋冬がもう入ってきたんですけど、三原康弘、こちらのですね、めちゃめちゃもう僕の大好きなおすすめのシャツとパンツがありますので、そちらをご紹介していきたいと思います。このバズレチャンネルですね、福岡市中央区大名にあるセレクトショップバズレのチャンネルとなっております。毎日19時に更新しておりまして、洋服の紹介、スタイルの紹介、いいバイクの、アルコンとスーパーセブンティーズ3、そして香水のサノバ、こちらを紹介しているチャンネルとなっておりますので、ぜひ気になる方はチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。じゃあですね、早速紹介していきたいんですけど、まあ、前回ですね、リュウセイさんタッグ紹介してくださったじゃないですか。はい、僕もタッグ紹介したいなー、したいなーとあったんですけど、まあ、まずはですね、三原を先に僕が紹介していきたいと思います。それではちょっと見ていただきましょう。いや、遅いな。そうですね、そうです、こちらでございます。三原のですね、まあこの、まあざっくり言うと、このモケモケ、このモケモケちゃんですよね。ちょっと動かしましょう、こいつ。よいしょよいしょよいしょ。はい、このモケモケでございます。はい、でですね、まあ結構入荷日とかに売れちゃいまして、こちらは上のみと、そしてこちらはレディースのパンツのパンツのみとなっちゃっております。あ、こちらの方が分かりやすいモケモケですね。あ、ですよね、うん、結構色的にですね、ブラウン系の色なのではっきりと目立っております。まあ、作り的には同じなのでこっちの方が分かりやすいと思うんですけど、こちらレディース用のパンツでございます。はい、これはですね、まあ、僕ちょっと試着できませんので、はい、まあ、雰囲気だけで見てもらえれば。まああれだよね、パリ、うん、ランウェイでね、西内マリアさんが、そうですね、ね、このシリーズを着用して歩いてましたよね。はい、これのワンピースを着ておりましたね。そう、マジテンション上がった、はい、福岡を代表する西内マリアさんがですね、福岡を代表するデザイナーさんの元でランウェイを歩いてくださったと、うん、好き、うん、僕も好きです、うん、はい、で、今回メインで紹介したのはこっちですね。はい、はい、モケモケのこちらのシャツでございます。はい、で形はどっちかというとオープンカラーのウエスタンっぽい仕様にはなってますね。ボタンがこういう丸のガラスボタンのブラックを使っておりまして、でこちらサイドに胸ポケがついてる仕様ですね。で、着丈は前がちょっとフラットになってて、後ろがこれ後ろの方が長くてラウンドになってます、若干。なるほど。で、スリットがこちら深めに入ってるというような仕様でございます。まあ、どっちかというとですね、なんかシャツではあるんですが、まあ、ブルゾン感覚で、アウター感覚でがっつり着ていただきたい、シャツとなっております。はい、で、こちらですね、もう最近申し上げた金額がこちらです。ドン、税込みで5万5千円。安いね。見晴らし、そうですね、パリからガンガンやってる中では比較的ディテールも含めて買いやすいですよね、うん、なんでこの辺とかですね、やっぱこうちょっとですね、ファッションフリークの方々とか、まあ、こういう、うん、何でしょう、フリンジ系のデザインが好きな方とかはかなり好評でしたね。まあ、かっこいい、僕もですね、こういうの大好きなので、ちょっと早速着ていきたいと思います。はい、こういう感じでございます。いいね。よいしょ。で、サイジングはこれで44です。一番小さいサイズですね。はい、一番小さいサイズですね。で、僕が身長170の55キロの結構細身なんですけども、これぐらいのゆったり感で着ていただけます。うん、今、まあ、カットソーで着てるんですけど、実際に中に着るときはニットとか厚手のニット全然着れます。 なので真冬はこれをアウターにするとちょっと肌寒いとは思うんですけど、12月ぐらいまでだったら分厚めのニット着てこいつで全然いけちゃいますね。うん、洒落てんなこれ。ですよ、存在感あるね。もう一発で決まっちゃいます。まあ、今日僕なんかいろいろこまごましたのついちゃってるんですけど、うん、もうなくてもう黒のパンツにこれだけとかロック、そうなんですよ。それだけでもスタイル決まります。だから三原っぽくいくんだったら緩めのパンツとかあえてスウェットパンツとかで外してもかっこいいですよね。そのぐらい大きかったらそのインナーに、まあ、ブルゾン感覚の使い方で、まあ、パーカーとか入れたりできる？あ、もう全然いけますね。いけちゃいます。だいたい、まあ、Gジャンもいけるしパーカーもいけるし、あと何でしょうね、まあ、ニットももちろんいけるでしょ。まあ、そういう感じでいろんなアイテムの中に全然着込めちゃいますね。なるほど、うん、非常にいいです。で、生地は、ポリエステルとコットンの、コンボの生地でございます。なるほど。これ、まあ、おけけでよく見えないですけど生地の方をちょっと見てもらうと実はストライプのちょっと折り柄っぽくなってるんですよね。ああ、本当だね。そうなんですよ、こういうとこまで実は作り込みがしっかりしてあると、まあ、ほぼ見えないんですけど。素晴らし
で僕これ結構好きなのがあのファーともちょっと違いません、雰囲気が。そうだね、ファーほどあの密度が多くないし、フリンジよりは毛の量が多い。確かにこの絶妙な感じ、これ実際街で着たいですね。風が吹いた時とかふわっとしゃれてるよね、なんか感じとかめちゃめちゃかっこいいです。ファッショナブルでございます。はい、じゃあちょっとそしたらですね、まあ今回僕はですね、まあこういうですよ、もうブラックスタイルで紹介したんですけど、パンツのですね、色を変えて少し遊びの効いた外しのあるスタイリングを紹介していきたいと思います。どうですか。おー、あースニーカーね、結構三原っぽくないですか、こんな感じで合わせると。確かに、スウェットパンツにウェイン、はい、ですね、新しくまた入ってきました、人気ウェイン。はい、ウェインの、オールレザータイプのホワイトでございます。こちらもですね、まあ、近日紹介しようと思っておりますので、ぜひお楽しみにしててください。はい、でパンツはこちらレターズのスウェットパンツと合わせております。いい感じでございます、ね、いや結構このシャツスタイリングしやすいんですよね。間違いない。はい、まあ、ほんとただの黒シャツぐらいの感覚で、どのパンツでも結構合わせてもらって大丈夫ですね。割となんかこう、うん、ね、福岡もまあちょっとストリートっぽい方が多いからね。そうですね、うん、そういう合わせで楽しんでいただけるかなと。はい、結構ラフな感じでも全然合わせれます。うん、なんかラフな、なんかラフなスタイルをなんかモードっぽくまとめてくれるというかですね、うん、あれ、それはあのアシンメトリーにわざとしてるんですか。ん、あ、三原っぽいでしょ、はい、いや、そうではないんですよ、これ、はい、ただの付け間違いですね。いや、なんか、リュウさん、変な顔してんなと思ってたら、あ、そういうことか、なるほど、なるほど、あ、僕、ボタンをかけ違えて、なんか、三原やけん、なんかね、セーフみたいな。いや、なんか、ありますしね、たまにそういうデザインも。うん、いや、すいません、僕のミスでございます、うん、ちゃんと皆さん、ボタンはかけ違えずにつけてください。あ、はい、はい、あ、普通になりましたね。なりました、はい。はい、はい、こんな感じでございます。いい感じです。後ろの方がやっぱ結構長いね。そうですね、長くなっておりますので、うん、結構存在感のあるシルエットでございます。はい、皆さんいかがだったでしょうか。三原の新作アイテム、まあですね、このモケモケ、まあトップスはですね、もう黒しかないんですけども、まあ、実際ですね、黒の方が皆さん、まあ、スタイリングには落とし込みやすいと思いますので、ぜひ気になる方は店頭にいらしてみてください。最後まで見てくださった皆様ありがとうございました。ぜひですね、まあ、店頭に来れないよっていう方もですね、概要欄の方にオンラインストアがございますので、そちらからご覧いただいたりご購入してみてください。何かサイズ感とかより詳しく知りたいとか気になる方がいましたら、ぜひインスタグラムなどの DM で直接ご連絡ください。それでは皆さん、また次回の動画で店頭でお会いしましょう。ありがとうございました。